何が常識ですかと。何が常識ですかにしましょうか。まあね、あの、ネットで稼ぐってなんかうさんくさいとか怪しいとかね。まあ多分、前僕タクシー乗った時に、あの、お客さんどんなお仕事されてるんですかって言ったら、いや、ちょっと IT ネットでちょっと稼い、やっても仕事ですって。IT ネットうーん、ちょっとよくわかんないんだよね。どうやってお金稼ぐのみたいな。 僕はタクシーずっと運転手一筋でやっぱお客さんが対面でこういてお金もらうってこういう風にやるのがやっぱあれなんだよねネットってよくわかんないんだよねみたいな話をしてましてだからそのタクシー運転手さんのその方の常識っていうのはネットよくわからないどう,どういう状況なのかよくわかってないってことですよね で人それぞれ常識が違いますで。僕も昔はその常識は一般的なそのハローワークに行って就職活動をして面接履歴書を書いてスーツを着て、えー、よろしくお願いしますと死亡、えー、動機はみたいなことをやってね。うん、嘘を言ってね。で嘘じゃないですか。10社も20社も30社も死亡動機ありますないっすよ。どうですか まあもちろん、そのなんか大学卒業でここに入りたいっていうのがあるんだったら、それあれかもしれないですけど、まあ僕、あのいろいろまあ落ちてね、落ちてぐるぐる回ってた時期があるんですよ。でそしたら、もうとりあえずその内定もらいたいというか、あの正社員になりたいっていう、どこでもいいみたいなね <laughs>。だから志望動機って全部嘘なんですよね。だから、一般た多分ですよ、おそらく10、まあ 本当に自分が死亡してるところに入れたらいいですよ。じゃあ、あなたの死亡してるところは20社あるんですかと。まあ、そのね、その20個回らない人もいると思うんで、あれですけど、僕はまあ10社、20社回ったんで、僕の場合だと20社も死亡動機ねえよって話で、だから嘘言うわけですよ。でも、それがまあ常識なわけじゃないですか。ね。だって、普通に考えてそんななくないですかだから、無理やり絞り出してるわけじゃないですか。死亡動機を。 <laughs> だ本音言ったら、いや、正社員になりたい、あの多分この面接だときついと思うんですよ、いや、まあ、ファンキーな会社だったら取ってくれるかもしれないですよ、いや、すいません、今ちょっと面接押しまくって、とにかく正社員になりたいんですよと、で僕のせ、僕、とりあえず今、いろいろ面接回ってるんですけど、きつくて、あの正社員にとりあえず入りたい、志望動機、正社員に働きたいんです。 っていう面接で受かるかなっていうね。まあ、ファンキーな会社だったらな、こいつ面白いなっつってね、素直で面白いなっつって取るかもしれないですけど、結構きついですよね。いや、どこもうち受かってなくて、死亡時すみません、ないんです。あるとするならば正社員になりたいだけなんです、みたいな。<laughs> 安定した給料。あと、すみません、あの、福利厚生良さそうだったん、ね、で、みたいなね。<laughs> 御社福利厚生結構いいじゃないですか、みたいなね。多分、採用されないですよね。だから嘘言うんですよね。<laughs> <laughs> でもまあそれ,それが常識だったりするわけじゃないですか。でその常識を生きてて生きてきてどうですか今。うん、まあ僕はまあそれ離脱してそこの常識離脱して自分で今好きなようにやってますけどまあいいっすね。うん好きなこと言って好きにやって好きなように稼いで好きなようにやってますって <laughs>、うんで。だからどっちが常識どっちが嘘なのか本当なのかわかんないですね。いってらっしゃい。